オッドワッカーマンはルーマニア出身の指揮者。名前はドイツ風だが植民者の出身なのかルーマニア系なのかは不明である。ブカレスト生まれ。地元の音楽院で学び、15歳でルーマニアの王立歌劇場の巡業公演の指揮を任された。その後ドイツに留学してベルリン高等音楽院のバルター・グマインドルの下で音楽理論を学び、 ジョージセルに指揮法を学んだ。1928年から1932年まで、デュッセルドルフ歌劇場の指揮者を務め、その後ブルノの歌劇場で働いた後、1935年から1947年まで、ベルン市立劇場の指揮者となった。1947年から1953年まで、アンデアウィーン劇場を中心に音楽活動を展開し、パリ、 ブリュッセル、バルセロナ、チューリヒなどの歌劇場にも客演した。1953年からケルン歌劇場の音楽監督になり、1958年にチューリヒ歌劇場の音楽監督に転出。1960年、バーベルン・バイ・ベルンにて没。1950年代前半に EMI に、e エリーザベト・シュバルツ・コップと共に録音した5組のオペレッタ全曲録音で長年親しまれてきたが、近年これ以外の録音も多く発掘されつつある。almusic.com l ありがとうございます。